はい、単独登山ライダーのぶです。今日はですね、メスティン折りを簡単に折れる方法を説明しようと思います。まず100均とかで、30センチのクッキングペーパーを買ってきたら、もう初めに18センチずつで全部切っておいたら、一回内職して全部メスティン折りにしておいたら後が楽ですからね。18センチの全部1ロール切って、今蓋作ったんですけども、全部何個だったかな、14個ぐらい作れるんじゃなかったかな。それで、メスティン折りだったら、なんか下敷きの設計図通りに折っていくんですが、18センチに切ってしまったら、あとはもうその台紙、設計図なしで折っていく方法。この長い方の辺ですよね。それをまず適当に、引っ張り出すときに、メジャーでやるんで、正確に平行になるんで、ちょっと横が、正確ではないですけどね。大体でいいんで。まず、半分に折って、それからまた半分に折るんですけど、だいたい1センチぐらいはみ出るぐらい、1センチぐらいはみ出るぐらいに折り返して、今度反対も1センチぐらいはみ出す感じで折ります。それから今度半分に折って、で、それからまた同じように1センチぐらいはみ出る感じ、1センチぐらいはみ出る感じで折って、これで設計の台紙を見ずに折れた感じですね。で、ここの両サイドが山型になるようなところに持ってきてもらって、で、これを折り返す。説明しちゃったら、これからイカのように開いていくんですけど、こういうふうに。じゃなくて、私のは上を折って、それからさっき山に反転したんで谷になるんで、簡単にこう折れるでしょうかね。こっちに持ってきたここのラインが真ん中になるように、真ん中になるように。で、今度は反対、ここへもう折り目がついてますからね。で、ここの折り目がここの真ん中になるように、こうですね。で、ここの余った部分を折り返す。で、今度は反対。この折り目をこっちに折って、それからここの折り目が真ん中に来るように。で、こっちのここの折り目が真ん中に来るように。で、折り返す。それでここの両耳を真ん中に持ってくればもう完成。ね。30センチのクッキングペーパーを、18センチに全部切って、設計図の台紙なしで簡単に折れる方法でした。いかがでしょう？あとは全部内職のように折ってみてください。それでは。